さあ始まりましたカスタンチャンネルです。今日はですね、このバイクで釣りに行くっていうシリーズをちょっと新しくスタートさせます。バイクで釣りに行くという新しいシリーズをスタートさせます。僕はですね、実はこう見えて根っからの釣り好きでして、もうめちゃくちゃ釣り行ってたんですけども、そのですね、釣り魂とバイクをミックスした新しい企画、シーバスを釣りに行くという。僕ね、シーバスね、まだ釣ったことないですよ。もうちょっと大人になってからダンスとかずっとね、パフォーマンスもやってたんで、ちょっとブラックバスとかはね、ライギョとかはいっぱいあるんですけど、シーバス釣ったことないんで、ちょっとシーバスを釣りたいと。でも、仕掛けとかも昔のやつで、まあ、家にいっぱいあるんですけど、まあ、家のやつもまあ取ってきますけど、とりあえず手軽にこのジスペケのパニアにその搭載できる釣り具みたいなのがないんですよね。なので今から買いに行こうと思います。その買いに行くところからお送りしたい。そう、それがカスタンチャンネル釣り企画なのです。カスタンチャンネル、はい。それではですね、これからちょっと釣り具を見に行きたいと思います。まあ高校生の2年生ぐらいまではディスコにも熱中する前まではもう釣り騎士カサちゃんと、当時はもう女の子にも一切目もくれず、もう釣りばっかりしてたっていうですね、生粋のもう釣り好きがもうずっと小学校から本当に。でね、もう当時はもうね、ブラックバスとかね、ライギョとかね、高校の時釣ってましたしね、その前小学校の時とかもう川釣りからね、もうサビキとかいろんなことをやってましたよ本当に。なのでこのバイクと釣りを結びつけて、この元ブログを展開していこうっていうこのシリーズですね、絶対ね、バイク好きで釣り好きな人いると思うんですよ。なので、まあ展開していきたいなと。で、まず第一目標として僕ね、もうルアーはしこたまやっていろんなもん釣ってきましたよ本当に。いろんなもん釣りました。ブラックバス、ウナギ、ナマズね。でも、なんや、琵琶湖にいる岩床ナマズとか、なんだ、もう中にはもう鳥とかも釣れましたよ、本当ね。もう鳥。鳥の話はまだいいですけど。でね、でも、海のルアーがこう流行り始めた時ぐらいは、もう僕ね、釣りちょっと離れてたんですよ。ダンスの方に行ってたんで。だから、ちょっと心残りとして、やっぱね、鈴木、シーバス釣りたいんですよね。鈴木の子供みたいなのは餌釣りとかでね、向こう側の河口で小学校の時とかね、もう山ほど100匹ぐらい釣りましたけど、当時はルアーでっていう、まずルアーで海でっていうのはないんですよね、経験が。なのでちょっと海でルアーでっていうのを経験したい。で、好きあればシーバスを釣ってみたいと。これちょっとですね、もうこの時点でちょっと若干ワクワクしてるんですけど、シーバスを僕も釣ったことないんで、釣ったことある人にね、いろいろ聞きたいっていうのもあるんですよね。カスさんチャンネルでシーバス釣った人、ちょっとね、一緒に釣りに行きません？お、来ました！ここです。めっちゃ近いんですよ。場所が。釣り具餌。ね。めっちゃ近いです。おっと、止めるとこ間違った。もうすでにね、バイク乗りの人がいるぐらい、もうこれも。やっぱり結局あれなんですね。ということで、肩パニアだけつけてやってきたジスペケなんですけどね、この大きさね、だいたい手のひら2つ分以内で収まるような竿を探しに行きたいと思います。さあやってきたのはですね、フィッシング一番さんですね。フィッシング一番さん行ってみたいと思います。頼もう一番さんですね。フィッシング一番さん行ってみたいと思います。頼もう頼もう。しながら、もう顔は映せないですけど、はい、大体神崎川、もう河口ってことですか？もう河口の方、神崎川の河口は結構もう上流まで上がるんで、はい、まあ、この辺でしたら三国とか、はい、園田とか。へえ、そうなんですね。の、だからもう河口ら辺ですよね。そうですね。へえ。で、昼間でしたらまあそういう、僕ね、阪神尼崎でスタジオやってるんですよ。ダンススタジオ。だから阪神尼崎の近くで言ったらどこですか？阪神の尼崎、
だから向こう側とかでも向こう側でも行けます。へえ。向こう側の電車が走ってるとこの下に席があるんですけど、はい、そこの下のところにもよくいてますし。へえ。それでも川沿いずっとバイクで走ってます。ちなみに夜やったら、だからそのルアーは何になるんですか。はバイブレーションとかミノとか、はい、基本的にも何でも大丈夫です。うーん。ちなみにそれ狙ってるじゃないですか。シーバス以外に何釣れるんですか。まあ、チヌー、ね、ルアーで、はい、バイブレーションでも釣れます。へえ。夜とかで結構警戒心を連れて手前まで寄ってきてるんで、はい、結構ボトムの方をガンガンやってあげたら。へえ。これにします。これブラックバスも万能できるやつ。万能で、これで入ります。お兄さんに紹介してもらいました。ここでですね、竿と糸は買ったんですけど、ですね、シーバスをするためのおすすめルアーをちょっと2種類ちょっと教えてほしいんですけど。2種類。1個をとりあえず、まあ、おすすめしてもらって、だともう1個はあのもうちょっとこのシーバス無理やとそうもうちょっとこれきついなってなった時に、もうテトラボットとかでキュッキュッて、なんかこう そこをキュッキュッてやって、なんかこうカサゴ的なやつもいけるっていう、このを1個2つちょっとおすすめしてほしいんですよ。ちなみに個人的に僕はあの昔はあのヘドンのスーパーソニックっていうのをめっちゃ使ってて、はい、あれが大好きだったんですけどこれもじゃあこれでタックルでピュッと飛んでいきます。そうですね、重さ的には、まあ、一応 15g あるんで、はい、まあある程度は飛ぶとは思いますね。いくらでしたっけ。じゃあそれいきましょう、はい、じゃあそれにしますってやってですね、はいはい、何が釣れるんですかね。アイナメチャは何カサゴ。カサゴですね。あ、カサゴね。カサゴ、下手したらカサゴと何が釣れるんですか。カサゴ、ベラ。あ、ベラも、え、ベラも釣れる。場所によっては釣れると思いますね。的なやつで言うと、それもね、実は興味あったんですよ。ほう、うん、そういうちょっとこういう、あ、これブラクリっていう仕掛けなんですけど。はあ、こんなん知らんわ。え、これもつけるだけですか。これも先に結んでもらうだけですね。餌つけないんですよね。まあ、餌つけてもらってもいいですし、餌つけてもいいし、あ、ここにワームつけるんや。はい、はあ、虫餌がやっぱ一番強いですね。え、虫餌が一番強いですね。虫餌が、あ、はい、まあだからそのなんかこうミミズみたいなじゃないけど、誤解みたいにつけてもいいと。そうです、そうです、はあ。じゃあこれ、はい、買います。で、あれですわ、それにもしワームつけるとしたら行きましょう。ワーム持ってるけどね、家に。でも一応そのそういうカサゴ、カサゴっておんのその天ヶ崎近辺に。まあいますよ、数はめちゃくちゃ多いわけじゃないですけど。へえ。どんなやつ。あ、これこう、あ、こういう磯目みたいなやつ。そうです。これもルアーですか。これも一応ワームになりますね。へえ。どうやってつけるんですか、ワーム。ワームもこの先にちょんちょんと、もうちょんちょんがけで大丈夫です。たまたまこれ汁、あの汁に使ってるやつなんで、はい、匂いがするので、はい、え、こういうのが釣れると。そうですね。あ、こっちみたいなのもくんねや。これ言うたら投げて、すすの浜でキュッて引っ張ってきても、あ、でもいいと思いますね。へえ。今こんなんあんねや。これやばいですね。じゃあこれ、じゃあこれ、こんなんはもったいないから、普通のほらブラックバスのワンオみたいにありません、はいはいはい、あのここのぐらいのやつとか、まあ、こうあま、ね、ピローンとした、あんなんを海に投げても無理ってこと。あ、でもいいですよ。何が釣れるんですか。まあ、同系統のこういうガシラとか、あ、かもしれない、ね、であんま大きくない方がいいんですね、じゃあワームが、ね、俺の持ってるのは。あとはこういう、まあ、ちょっと太めのやつの方がいいと思うので、うん、あ、太めの方がいい。あ、じゃあ、お兄さんのじゃあ おすすめのやつで、はい、おすすめの、あ、そう、それでいいですよ。じゃあやっぱりそのスピニングとベイトってやるんですけど、それでちょっとね、竿をね、難航しましたね。でもまあ僕はもうベイトの方は慣れてるんで、やっぱりカーボンのこれ、トラギアってやつ買いました。スーパーモバイルロッド。ね、モバイルロッドってね、そういうことなんでしょうね。これであのパニアケースに入るんで、これからそんなない、背負ったりとかしなくていいんですよね。これほんまラッキーやったな、うん。で、まあブラックバスもシーバスも両方、まあもういけると。で、だから実家に帰って、リールだけ取ってくればこれいけますね。あの巻き替えれば、うん。ルアーのいいところって餌いらないんでね、とりあえず。もうすごいお兄さんイケメンの、なんか、釣り好きな人やったんでね、またちょっと会っていろいろ詳しい情報を聞きたいですね。やばい、もう今日から行きたいけど明日雨やねんな。ぜひですね、
このカッサンチャンネルで我こそはこれ釣りの話やったら私でしょみたいな人絶対いると思うんで、ぜひですね、ご連絡ください。行きましょう。僕シーバス釣りたいんです、ほんまに。まだ釣ったことないんです。で、それが無理ならカサゴ、なんか可愛いやつ、可愛いやつ釣りたいな。釣り基地のもう血が今ふつふつと湧いてきてます。なんでシーバスとかっていうことにしたかっていうと、その夜じゃないと僕活動できないと思うんですよ。やっぱジャグリングのこともダンスのこともあるし、だから仕事終わりにねフラッといてパッてじゃあ釣ろうかってなった時にブラックバス夜釣りできないでしょ。だからシーバス狙いやったらいけるじゃないですか。ちょっと早くスタジオが終わった時とかね、そういうのあったら。なのでこの選択にしました。はい。